マグジー・ボーグスはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。メリーランド州ボルチモア出身。出身大学はウェイクフォーレスト大学。身長160センチメートルで NBA 史上最短身の選手であった。リーダーシップを発揮し、全盛期を過ごした放熱時代の地元の人気は絶大で、シャーロット市長選に立候補したら当然間違いなしと言われた。 愛称、マグジーは、映画、バワリー・ボーイズの登場人物の一人の名前が、由来で、ボーグスが幼少期に、お前は、あの映画のマグジーに似てるなと言われたことを気に入って、そのまま自身の愛称にしたとされる。兄が二人、姉が一人おり、兄の影響でバスケットボールを始めたという。ポイントガードとして、NBA で14シーズン、5つのチームでプレーした。 シャーロット・ホーネッツでの活躍が最も有名である。その他、ワシントン・ブレッツ、ゴールデン・ステート・ウォーリアーズ、トロント・ラプターズでプレーした。大学時代には1986年バスケットボール世界選手権のアメリカ代表にも選出され、金メダルを獲得している。この時に選出されたメンバーには、スティーブ・カー、デビット・ロビンソン、ショーン・エリオットなどがいる。現役引退後、 ノースカロライナ州シャーロットにあるワンバのシャーロットスティングのヘッドコーチを2005年から2007年まで務めた。2011年、シャーロットにある高校の男子バスケ部コーチに就任。最初に所属したワシントン・ブレッツには当時 NBA 史上最長身であった231センチメートルのマヌート・ボルガオリ、NBA 史上最長身と最短目の選手が1シーズン同じコートで、 プレーすることとなり、共に雑誌の表紙を飾ったこともあった。160センチメートルと小柄な体格ながら引退までに通算で39ブロックを記録し、NBA のスタープレイヤーだった、身長213センチメートルのパトリック・ユーイングをブロックしたこともあった。1996年、マイケル・ジョーダン主演の映画、スペースジャムに出演。チャールズ・バークレー。 ショーン・ブラッドリー、ラリー・ジョンソン、パトリック・ユーイングと共に悪いモンスターに能力を盗まれた5人の NBA 選手の一人として出演した。ありがとうございます。